サミダレは海上自衛隊の護衛艦、メ型護衛艦の6番艦。艦名はサミダレに由来し、この名を受け継ぐ日本の艦艇としては、旧海軍の白露型駆逐艦、サミダレに続いて2代目。サミダレは中期防衛力整備計画に基づく平成7年度計画4400トン型護衛艦2235号艦として、 石川島張間重工業東京第一工場で1997年9月11日に寄港され、1998年9月24日に浸水、2000年3月21日に襲撃し、第四護衛隊軍第四護衛隊に編入され、呉に配備された。2001年5月16日から8月3日の間、護衛艦、比叡、懲戒とともに、 2002年9月17日、テロ対策特別措置法に基づき、比エイととに、インド洋に派遣。同年12月まで任務に従事し、2003年1月3日に、帰国した。2003年9月4日から8日にかけて、護衛官、白根と共に、ロシアウラジオストックを訪問。8日には、ウラジオストック沖で、日露共同訓練に参加した。2004年2月15日、 テロ対策特別措置法に基づきインド洋に派遣。同年5月まで任務に従事し、6月29日に帰国した。2006年、艦隊平用合同演習に参加。2008年3月26日、護衛隊改編により、第4護衛隊軍第8護衛隊に編入された。同年7月9日、オーストラリア海軍主催の多国間会場。 共同訓練かかる2008に参加するため、呉基地を出港する。7月30日に、号ダーウィンに、寄港、8月20日に、呉基地に帰島する。2009年3月14日、ソマリア沖の海賊対策のために護衛艦、サザナミと共に第一次派遣海賊対処行動水上部隊を編成し、呉を、出港、3月30日オマーンのサラーラ沖に、 到着した夕方から護衛活動を開始し、4月11日には、船員法第14条に基づき、アデン湾西部でマルタ船籍商船を追跡していた、不審船に対しソマリゴ音声で、海事鑑定を名乗り、不審船の商船追跡を中止させた。派遣期間中、計41回の護衛活動を実施し、8月16日に帰国。2011年3月7日、 日中中間線にほど近い白樺ガス田付近を警戒監視中のところ、中国国家海洋局所属のヘリコプターが水平約七十メートル、高度約四十メートルまで異常接近し、翌8日に日本政府は中国政府に抗議している。2011年6月20日、第九次派遣海賊対処行動水上部隊として、護衛艦、海霧とともに、ソマリア沖、アデン湾に向かい、 呉基地から出港、34回の護衛を実施し、同年12月3日帰国した。2011年8月1日、編成外により、第4護衛隊軍第4護衛隊に編入された。2013年11月13日、第17次派遣海賊対象、行動水上部隊として、サザラミと共に、ソマリア沖へ向けて出港した。同年月日から、 第151合同任務部隊の活動に初めて参加し、ゾーンディフェンスを行った。また、2014年3月2日には、エンジン故障で漂流中のイエメン船を救助する等の活動をし、同年5月17日に帰国した。2017年4月23日から、護衛艦、足柄と共に、アメリカ合衆国海軍空母、カール・ビンソンを中心とした。 空母打撃軍と共に共同巡航訓練を実施した。2018年12月2日、第32次派遣海賊対象、行動水上部隊として、ソマリア沖、アデン湾に向けて、クレ基地から出港。翌2019年4月まで任務に従事し、5月25日に、クレに寄港する。2019年9月26日から10月4日に、 かけてき米印共同訓練に参加する。佐世保から関東南方に至る海空域おいて実施され、海事からは他に護衛艦、長海加ガ、補給艦、お海、P-1 昇海機。米海軍からは、駆逐艦、マッキャンベル、P-8A、潜水艦、インド海軍からはフリゲート、サヒャデリ、コルベット、キルタン、P-8 a が参加し、 対抗訓練、対戦線訓練、対空戦訓練、対水上射撃訓練、対空射撃訓練、洋上補給訓練を実施する。同年10月16日、令和元年東日本台風の影響で中止となった14日の令和元年度自衛隊、観艦,艦式に参加する予定であった中国、海軍駆逐艦、太油園と関東南方の太平洋上で無線を使った。 通信訓練などを実施した。開示の日中心前訓練は2011年12月以来で3回目。ありがとうございます。